リビング、パイレーツはおらんか。この武器あんまり弾ないからハンドガンもセットしとくか。まあっていうか相手が重火器を使ってこないならまあナイフで切りかかってもいいの別に。絶対やばい、ミュータントか何か閉じ込めたんでしょ。ミールパック、ラーメン、チーズ、金庫、金庫、はいはいはい、すべての層の空いている溝を埋める必要があります。説明聞くよりまずは実践だ。ああ、はい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 。あれ？あんまりスキルとか必要なさそう？え？え？ああ、切り替えできるんだ。なんだ。え、あんまりスキルとか要求されないんじゃね？これ。はい。アンあ、これバフアイテムなんだ。クレジット。できればこれ、アイテム拾うときに、バフアイテムとか回復アイテムとか、身体的バフを与えるアイテムなのかどうかをハイライトしてほしいな。っていうことを多くのユーザーが考えてると、だいたいベゼスダオープンワールドゲームモッドが出てくると、便利モッドがこのゲームもガンガン出て、あ？なんだこれ。海賊のデータベース？ベル。さっき、適当に価値あるんじゃねってアイテム拾ってたけど、1000クレジット以上のものぐらいかな、拾った方がいいのは。この辺な。拾っても重量かさばるだけだもんな。あ、銃だ。ああ、なんだこれ。グレンデル。グレンデル。どんな武器だ。ああ。これもライフか。弾薬 7.77。メールストロームの弾薬がたくさんあるわけでもないから、セットしとこう。フラググレーン。地雷。おお、いらっしゃる。え、一瞬でバレた。やっちゃう。ちょっとナイフやってみるか。上だな。こいつら、ああ、ナイフじゃない。ほれ。よし。ジャンプスーツ。ちょっと、あ、相手が重火器使うなら、こっちも重火器使う。ほれほれほれ。あ、レート高い。おーい！まだいる。別フロアがない。ああ、いらっしゃる。あ、なんだ、やんのか？お、やんのか？ひび割れしてるみてえなヘルメットだな。こんなものなの？これ。これ。あ、弱い。さて、さて。
科学者みんな死んどるわ。だけどめっちゃ苦しいと思ってる。いつマイホーム手に入るんだ。ウラン、この科学者ウラン抱えて死んでる。クレジット、科学者めっちゃ金持ちや。この辺は何もないか。あ、ま、シナプスアルファ。いや、これぜひとも、このアイテム表示だと、どのカテゴリーの何のアイテムかわかんないから、ちょっとこれ早速モッド案件だな。アイテムあさりする段階で、レスキューアックスってのは最初に見たからもうこれ、アックスだってのは知ってんだけど、何のカテゴリーアイテムを抱えてんのか見やすくしてほしいなーっていう。で、10分間研究に要する資源が減少する。ちょっと何言ってるかわかんないな。いつの間にかラトラーなんて変なハンドガンも手に入れてるし。ラトラー。こんなやつ。お前は漁ったし。はい、さっき行ってみるか。なんかナイフいけそうな気がするんだけど、いやどうだろう。テイクダウンとかできんのかな。なんて気づくし。あだ。おい。上か。バレてる。隠密スキル上げないとダメなんだろうな。降りてこい。わあ。あ、ちょちょちょ。あ、これ弱えかも。これ。入れてこい。致命傷を負っても、そんなにノックバックしないのか。分子抽出装置。わからねえ。科学者、シーリング剤。なんだこれ。え？うわ、足かと思った。なんかレアなもんでもないかな。皿、ティッシュ。デジピック、チャンクスのリンゴ。玉。はいはい。この辺はなんもね、なんだこれ。遺伝子サンプルのボトル。あれ？これ開かない。開く。なんもねえか。なんだこれ。毒素。これ箱か？箱だ。もう絶対さっき逃げたやつですやん。痕跡は何もない。
いや、さっき逃げたかは分からんか。名前がある。ヘイデン・ウィン。俺だ。これなんだ？ヘルメットか。あ、ピッキング、デジピック。デジタルピッキングだからデジピックか。ほう。これは、ほう。なんかこの箱あんまり目立たないから見落としそう。え、今拾ったヘルメットはどんなもんだ。あ、拾ったとかじゃなくてこれ元から持ってるもんだ。いらねえ。あ、おい、だいだい気持ち悪い。クレジット。お金庫。あ？なるほど。これ順番があるんだ。デジピック失うんだ、そんでもって。なーるほどね。こうで、こうだ。そこまで考えてやら、あ、難易度が上がるってのはそういうことか、これ。会場難易度が上がると順番も考えてやらないといけないんだ。あ、なんだこれ。切り裂くクラーケン。こんな名前でいいのかな、これ。リッパークラーケンとかって名前じゃないのかな、本当は。と、神なき宇宙における慈愛。パート2、パート1はどこ？あ、これオプションか。ダメだ。お？もうダメだ。通信機は破壊された。部屋がめちゃくちゃだ。もう助けを呼べない。テラーモーフの鳴き声が聞こえる。それに、大勢の悲鳴も。で、こうなったと。今拾ったハンドガン。これやたら価値高い。宇宙にいるとき、宇宙にいるときにダメージが 30% 増加、惑星にいるときはダメージが 15% 低下。どういうこと？じゃあ今ここで使ったらダメージ低下するのか。でも宇宙空間にいるときって船で移動してたけど、重火器出す瞬間なんてあんのかね。セットしとこう。あ、建物終わりか、これ。終わりじゃない。回復キット。お、ん？なんだこれ？今度は、切り裂くソルスティス。異星生物へのダメージ。ああ、30% 増加でかいんじゃね？いろいろも拾っとった、捨てずに。売れるかもしれんし。どれどれ？わあ、変な形。装備しとこう。あ、もう、早速、早々に武器いっぱいいっぱいだ。あ、わ。あれ？あ？おい、冗談だろ。フロンティアの船長が変わっただと。お前はバレットの仲間か、それともあいつを殺して船を奪ったのか。ほう。
どうしよう。ああ、どうしよう。まず話を聞いてみよう。バレットなんてどうでもいい。俺たちの狙いはフロンティアだ。お前が新しい船長なら、狙いはお前だ。はあ。バレット殺したことにしてみよう。いや、無理だ。はあ。俺たちの狙いはバレットじゃねえ。宇宙船だ。紅の艦隊に入ったら誰でもフロンティアの噂を耳にする。コンステレーションがカーゴベイにお宝を隠してるってな。多くの惑星から集めた戦利品だ。部分的には正解です。フロンティアは多くの惑星や衛星を訪れました。しかしカーゴベイにあるのは予備の部品、ホコリ、干からびた食べかす、それからアリが数種類、それだけです。バレットがそのロボットにどんな嘘を仕込んだのかなんて関係ねえ。船はいただくぞ。なに？説得。バレット殺したってホラ吹いたのに、こっから説得試みるか。説得。口先で逃げられると思うなよ。はい。相手を解き伏せるには正しい選択をしなければなりません。優しい言葉かけたり、動揺させたり、脅したり。どの選択にも難易度があります。難易度が高いほど失敗しやすい。選択できる回数には限りがある。ああ、なるほど。ちょっといきなりこれ選ぶのはな。コンステレーションは探検家の集団だ。宝探しをしてるわけじゃない。そうなのか？本当に？あ、左下に説得って今ゲージがあって、今プラスワンいったと。で、この辺は欲張りな数字だけど、まあ、失敗、説得に失敗することがあると。そんな、そんなはずは。あ、で、ターンがあるから、あ、じゃあこれプラス1じゃマックスにならないから、もうこれプラス3以上選ばないといけないということになっちゃわないか。ちょっとこれはなんか皮肉ってるような。はい。あ、引っかからねえぞ。お前の船には宝がある。そいつをいただく。もういい、殺せ。船長。はい、やりましょうね。ダメだ。私は道草をせずにこっちへ戻らなくてはなりません。船内の艦隊を撃退する。ちょっと武器変えよう。わかりません。グレネードさっき拾ったけど出し方わかんないな。あ、ちょっと控えてる。あ、これどこに隠れてるかまでは見えないのか。ここいる？いないか。あ、狙いにくい。回復。戦闘では高い確率で敵が死にます。ちょ、ロボットさっき異生物にはめっちゃ攻撃したのに、こいつらには全然攻撃しねえじゃねえか。あ、はい、つくばってる。弾ねえじゃんこれ。はい、 OK。説得か。まあ、別に説得しなくてもいい。あ、説得しなくてもいいな。これで紅の艦隊に邪魔されることなく、コンステレーションの本部へ帰還できるでしょう。こいつらのアイテムはあされるし。あ、でけえクレジット。あ、なにこれ、改造グレンデルか。はいはい。こういうところってなんか奥の方にいいものがあったりするんじゃないのかい？なんかヘリウムだけたくさんあるな。ヘリウムディスペンサー。へぇ。で、メインタスクが終わったんで、スキャナー開いて、船へファストトラベルしていいですと。あれね。なんだけど、そう、ここから1キロ離れた場所になんか別タスクがあるんだよな。
気になる。あとこれ、重力が半分ならこの高さから飛び降りても無傷なのかな。はい、行って。ダメだわ重力次第かな。おお、バスコ移動早。3箇所あるな。3箇所ってことでいいのかな。あれ、地表マップ見た感じ2箇所に見えるけど。不明、不明、不明。ちょっと右の2箇所から行ってみようかな。あとそう、改造武器拾ったよね。これは酸素容量が増える。現在の装備と比較。はあ、はいはいはい。ああ。汚染空気に特化してんのか。まあ、所持はしておこう。で、改造グレンデル。本当に若干だけど命中率が上がって、モジュールがついてますと。コンペンセーターがついてるんだ。それで改造グレンデル。これと交換しとく。これ、新しいアイテムってカテゴリーいいな。何拾ったかはすぐ確認できる。欲を言えば、いちいちメニューを開かなくとも、フィールド上で見れたらいいなとは思う。この辺りはいつ使うことになるかわかんないけど、拾っとくか。ああ、ちょっと。回復しとこう。